スリングズアローズは、カナダのテレビドラマシリーズであり、実在するシェイクスピア祭である、ストラトフォードフェスティバルに似た、架空のニューバーベージフェスティバルを舞台にしている。主演は、ポール・グロス、スティーブン・ウィメット、マーサ・バーンズである。批判の矢表を意味するタイトルは、ハムレットの独白、生きるべきか、死ぬべきかの一節ウェザー、ティズ・ノブラ・イン・ザ・マインド・ツー・サファー、 ザ・スリングス・ア g s and ア Rose of Outrageous から撮っている。文字通りには、スリングは投石機による投石、アローワイヤーを意味する。ダークなコメディシリーズであり、2003年にカナダのムービーセントラルとムービーネットワークで初放送された。2年後にサンダンスチャンネルで放送された際は、アメリカ合衆国で非常に高い評価を受けた。1シーズンあたり6エピソードで、 全3シーズンが撮影され、最終シーズンはカナダで2006年夏に、アメリカ合衆国では2007年初めに放送された。スリングズアローズは、旧キッズ・イン・ザ・ホールのメンバーであったマーク・マッキニー、劇作家で女優のスーザン・コイン、コメディアンのボブ・マーティンが制作した。この3人は全員シリーズに出演もしている。全シリーズを、ピーター・ウェリントンが監督した。 ロンバスメディアは2005年にトロント公共楽団の舞台裏を記録したドキュメンタリー番組9月の5日間のオーケストラ再生を作りこのパターンに習ったテレビシリーズを作ろうとしていたボブ・マーティン、スーザン・コイン、マーク・マッキニーをシリーズ制作のため雇用した舞台となっている架空のカナダの演劇祭ニューバーベジジフェスティバルはストラトフォードフェスティバルに基づいておりこれに ボブ・マーティンがブロードウェイでミュージカルドロージー・シャペロンの上演とセカンドシティで経験したことを融合させたものである。番組の中心人物は演出家、男優のジェフリー・テナント、ニュー・バーベジーフェスティバルの芸術監督、オリバー・ウェルズ、女優のエレン・ファンショーである。この3人は7年前のフェスティバルで、後に伝説的になったハムレットのプロダクションで共同していた。 この上演の途中でジェフリーは神経衰弱を起こしてオフィーリアの墓に飛び込み叫びながらステージから走って逃げていたその後ジェフリーは精神病院に収容されたシリーズ開始時点でジェフリーはトロントに降り小さな劇団タートルサンズ・アラザンを運営していたがこの劇団は立ち退きの瀬戸際にあったオリバーとエレンはニューバーベジに留まっておりオリバーは 自分のプロダクションとフェスティバルを徐々に商業化させていっていた。ニューバーベージで夏の夜の夢が開幕した夜、オリバーはジェフリーが立ち退きに抗議して劇場に自分を鎖でつないでいるというニュースを見た。泥酔したオリバーはジェフリーに公衆電話から電話をかけ、過去のことについて抗論する。オリバーはその後通りで気を失い、カナダ最高のハムというコピーが書かれたトラックに惹かれて、 死んでしまった。ジェフリーは、オリバーの葬儀で、フェスティバルの現状について批判的な当事を述べたが、このせいで一時的に、オリバーの仕事を引き継いでほしいと頼まれることになる。昔からのライバルであるダレン・ニコルズと衝突した後、ジェフリーはしぶしぶフェスティバル最新のプロダクションである、ハムレットの演出を引き継ぐことになる。ハムレット役を演じる不安を抱えた、アメリカの映画スター。 ジャック・クルーのせいで状況は困難になっていた。芝居に出演している新米女優ケイトはジャックに恋してしまう。ジェフリーのかつての恋人エレンはガートルードを演じている一方、ずっと若い男性と付き合っている。オリバーは今や幽霊としてジェフリーとフェスティバルに付きまとうようになった。業務面ではニューバーベッジのマネージャーであるリチャード・スミス・ジョーンズはスポンサーの一人である。 アメリカ人の企業役員、ホリーデーに誘惑されるが、ホリーはニューバーベジを軽薄で商業化された、シェイクスピアビルに作り直したいと思っていた。第2シーズンはニューバーベジのマクベス上演を扱っている。リチャードは劇団を運営するため捨て鉢になって、金作をしており、ジェフリーは役者が仕事に先進していないとイラついて、劇団縮小を提案する。新しい役者ヘンリー・ブリード・ラブが、 マクベスの上演で主演を務めるため到着する。ジェフリーはこの芝居が非常に難しいと考えているため演出をしたがらないが結局引き受けることになる。リチャードはイメージ刷新だけに使えるという罠のついた政府助成金を見つけて資金にする。このためリチャードはフェスティバルの反則とイメージ刷新のため前衛的な広告代理店フロッグハンマーを雇う。 フロックハンマーの社長であるサンジェイは一連のショッキングな広告を出し、リチャードを操って、これを受け入れさせる。他方、ダレンがドイツで芸術家として生まれ変わって帰国し、フェスティバルでロミオとジュリエットを演出することになる。ダレンは上演中に役者同士が互いに触れることを許さず、それどころか双方を見ることもさせないので、主役の二人はひどく失望してしまう。 フェスティバルの管理人であるアンナ・コンロイは殺到するインターンに対処しつつ、フェスティバルでリーディング公演をやることになっている劇作家ライオネル・トレインと恋をし始める。エレンは税金の監査を受けることになり、その準備で口紅や押し上げ式ブラジャーなど舞台に必要なものの業務上の目的を説明することになる。そのうちジェフリーは、 マクベスの演出に取り憑かれるようになり、キャストやスタッフの反感を買い、オリバーの幽霊を再び見るようになる。このせいでエレンはジェフリーが狂気に陥ったのではないかと恐れるようになる。第2シーズンはニューバーベージのリアオ上演を扱っている。マクベスのキャストはブロードウェイでの上演を成功させ、帰国の途に着く。ブロードウェイでエレンは旧ユーバーバラから、 ニューバーベッジを乗り越えることを考えろと言われる。リチャードは自分の成功に対処しようとし、アンナは政変でボリビアに帰国できなくなったが、普段に対応せねばならず、ダレンは街に戻ってきて、今回は新作ミュージカルイースト・ヘイスティングズを演出することになる。ジェフリーは大分演劇界の伝説チャールズ・キングマンをリア役にキャストしていたが、 皆この役のせいで、チャールズが死んでしまうのではと心配していた。リハーサルが進むにつれてチャールズは、コーデリアを演じる女優ソフィーを怯えさせるようになる。ソフィーは、リア王に出演する、若手の俳優たちと、ミュージカルに出演する、若手の間の競争にも巻き込まれる。イースト・ヘスティングズは、大成功し、トラブルに陥った、シェイクスピア劇。 リア王の上演はひどく、影が薄くなってしまう。事態は悪化して、手に負えない状況になり、オリバーが幽霊として戻ってきて、助けを申しでジェフリーはセラピーを受けるようになる。エピソードタイトルの多くは、シェイクスピア劇のセリフから取られている。カナダ及びアメリカが州国で人気があり、カナダのテレビ市場における、最も偉大な番組の一つとして、 アメリカでカルト的なヒットを記録した。イギリスではテレビ放映されていないが、非評価からは高い評価を受けている。全3シーズンで、スリングズアローズは50ほどの賞について様々なカテゴリーでノミネートされ、演技、脚本、演出、編集などで22回受賞している。ジェミニ賞を全部で13回受賞している。毎シーズンジェミニ賞の優秀。 ドラマシリーズにノミネートされ、2回受賞した。毎シーズン最低でも2つの演技賞を、ジェミニで獲得しており、2006年と2007年には、3部門受賞した。ジェミニ賞のほか、ライターズギルド・オブ・カナダの優秀ドラマ賞で3回ノミネートされ、その度に受賞している。ライターズギルド・オブ・カナダは2004年には優秀。 ドラマシリーズ賞で3つのエピソードをノミネートした。6年と2007年にはディレクターズギルド・オブ・カナダで優秀テレビドラマシリーズ賞を受賞している。他には2005年にカナディアンコメディ賞でテレビシリーズ笑い脚本賞を受賞し、2006年にはサテライト賞でテレビ優秀 DVD リリース賞を取った。演技賞については以下の通りである。他にもジェニファー・アーウィン。 サラポーリー、クリス・リービンズ、ドン・マッケラー、ウィリアム・ハットなどレギュラー及びゲストの俳優が多数、スリングズアローズの演技で、ジェミニ賞にノミネートされているが、受賞はしなかった。A.B. トッド・バンダーワーフ、ザ・クリエイターズ・オブ・スリングズアローズ・トーク、ア a ウト・クリエイティング・ b o u t Creating One of TBS Greatest Shows。A.V. クラブ、2017年6月15日閲覧。ライアン。 モーリーン、e n j o y the delightful backstage antics of Slings and Arrows シカゴトリビュー e http://featuresblogs.chicagotribune.com スラッシュエンターテインメント tv ス <rib> リ <une> ングスアローズ2012年2月8日閲覧スリングスアローズシーズン1 <t rib une> a m a z o n c o m 2013年12月24日閲覧スリングスアローズ o w s The Complete c o l l e c t i o n a m a z o n c o m 2013年12月24日閲覧スリングスアローズ o w s The Complete c o l l e c t i o n a m a z o n c o m 2013年12月24日閲覧スリングスアローズシーズン2 amazon.com 2013年12月24日、閲覧。スリングスアローズシーズン3。amazon.com 2013年12月24日、閲覧。マーチン・チルテン、スリングスアローズ、そう、グッド・イット・ゲーブ、デビット・サイモン・ライター・エンビー。ザ・テレグラフ、2017年6月15日、閲覧。AB、スリングスアローズ。 imdb 2012年1月20日閲覧スリングスアローズスイープスジェミニアワーズカナダドットコム2 0 1 2年1月20日閲覧スリングスアローズスイープスジェミニズバラエティドットコム2 0 1 2年1月20日閲覧スリングスアローズビクトリアスウィズビックウィンズアットジェミニガーラ c b c トコム 2012年1月20日閲覧、ありがとうございます。